こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロで見つけた春ニットがかなり良かったので皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。動画を撮影しているのは2月の末なんですが、まだまだ寒い日が続いていますよね。ただですね、もうそろそろ秋冬のお洋服に飽きただとか、暗色のニットですね。まあこういったダークグレーだとかブラックだとかネイビーのニット、皆さんもお持ちかなと思うんですけども、もちろん悪くはないんですが、そろそろ気分的には春らしいものを着たいという方も少なくないかなと思うんですね。そんな皆さんに今回ご紹介したいというニットをですね、今回自腹で買ってきましたので、徹底的に解説をしてみたいなというふうに思っています。まあユニクロの中でもニットというアイテムはですね、非常に品質が高くて、なおかつですね、価格も抑えめなので、まさに買うべきアイテムの一つかなと思うんですが、ただですね、ユニクロのニットってめちゃくちゃたくさんのバリエーションがありますよね。ですので皆さんもどれを買えばいいのか迷ってるかなと思うんですが、その中でもですね、僕がよく動画の中で解説をしていたのがですね、こちらですね。ユニクロのミラノリブのニットですね。これがですね、めちゃくちゃ使い勝手がいいので、ベーシックで最初の一枚としては、まずですね、持っておくべきものなのかなと思っています。色合いもですね、このようなホワイトですとか、オフホワイトのような、はっきりとした春らしい色合いのものって、やっぱりですね、季節感があって、めちゃくちゃ使い勝手がいいんですが、このニットも良いんですけども、今回見つけたですね、新たなニットがなかなか良かったんですね。ちょっとご紹介するのが遅かったんですが、それにはいくつか理由があるんですね。はい、こちらなんですけども、ユニクロの 3D ニットですね。これがですね、非常に良かったので、今回皆さんにご紹介ができればなと思ってます。色はですね、まあ3色展開なんですが、このライトグレーですね。これが圧倒的に色合いが良かったんですね。まあ先ほどもお伝えした通り、ニット、どうしてもですね、秋冬のカラーとしてはこういった重たい色が主軸になってくるかなと思うんですが、やはり春だったらちょっと明るめのものを取り入れたいので、このライトグレー一択でいいんじゃないかなというふうに思っています。で、この商品結構出てから時間が経っていて、なぜ今頃ご紹介したのかというと、実際に着るのはこれからの時期かなというのが、まず1点あるんですけども、もう一つ理由がありまして、この 3D ニットって僕の中でのイメージでは、結構ですね、この襟周りが深めになっていて、下に着るインナーとかが困るなという印象があったんですね。というのも、この 3D ニットにはですね、ユニクロ U と通常のユニクロのラインのもの、2種類あるんですが、今回僕が買ったものはですね、ユニクロ U ではなくて、通常のユニクロのものなんですね。画像もちょっと出しておきたいなと思うんですが、こちらの 3D ニットに関しては、割と襟元のですね、開きが大きくないので、先ほどのミラノリブニットに比べてもですね、そんなに襟周りの雰囲気は大きな違いがないかなと思うんですね。こういったものが僕はですね、重ね着もしやすいですし、意外と下に着るものも選ばないので、使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。個人的にはもっと早く気づけばよかったなという後悔もあるんですが、まあ実際に着る季節というのはこれからですね、まさに春を迎える前にですね、こういったものを買っていただいて、この上にアウターを着ていただいたりだとか、ニット単体でですね、おしゃれに見せることもできるので、今日はこのニットを使いながらですね、大人の男性の春コーデもしっかりと解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみましたが、どうでしょうか。まあなかなか良かったですね。まあ一つ後悔があるとしたら、もっと早く皆さんにお伝えしたかったというところぐらいですかね。非常に良いニットだと思います。ちなみに僕はですね、身長164センチ53キロということで、かなり小柄な男性なわけなんですけども、その僕はですね、通常 S サイズを選ぶことが多いんですが、こちらのニットはですね、あえて1サイズ上げて M サイズを購入しています。どうでしょうか?このようにですね、少しゆとりを出してきた方が、今のトレンド感には合ってるかなと思います。もちろんジャストサイズでも NG ではないんですが、僕はですね、今回のように、今白の丸首の T シャツの上に重ねていますが、これ以外にもですね、バンドカラーシャツなんかを合わせながら、襟元からちょっとですね、見せてあげたりするような着こなしもするので、そういう場合は、ジャストサイズよりは少し緩めに持ってきた方が、バランスがいいんじゃないかなと思っています。ですので、皆さんも、ワンサイズアップ、もっとトレンド感出したい場合は、2サイズアップしても、そこまでですね、たっぷりすぎないので、バランスがいいニットかなというふうに思っています。ちなみにですね、僕が今持っているミラノリブリットですね、これもですね、すごくベーシックで使いやすいんですが、
こちらも M サイズを購入していますが、それと比べてもこちらのですね 3D ニットの方が少し着丈も長いですし、身幅もゆったりしている印象があるので、そういったところはですね、サイズ感はトレンド感があるかなと思うので、この2つを比べた時にどういう方が向いてるのかというと、トレンド感を楽しみたい方は 3D ニットの方がいいかなと思いますし、ベーシックにオーソドックスに見せたいだとか、あとはスタイルよく見せたいのであれば、こちらのミラノリブニットの方が使い勝手がいいかなと思うので、そういった判断基準で比べてもらうのがいいんじゃないかなと思っています。もちろん 3D ニットということで、構造的なところで言ってもすごく特徴的で、縫い目がないんですよね。ですので体全体に柔らかくフィットしまして、より快適にですね着れるというところ、ここはですね最大のメリットかなと思います。ただこれまでのユニクロのニットも決して動きにくいということはないので、この 3D ニットのですね構造面でのメリットというのは僕はすごく嬉しくはあるんですけども、それよりもですね全体的なサイズ感だとか、あとはですね個人的に一番嬉しいポイントなんですが、襟周りのバランスですね、ここがすごくいいなと思ってるんですね。ニットによって襟の開き具合って全然違うんですね。先ほどお伝えしたユニクロ U の 3D ニットって結構襟元がガバッと開くので、下に着るものを選んでしまうんですね。それが個人的にはあんまり好きではないんですが、こちらのですね 3D ニットに関しては程よい開き具合で、下にですねなるべく見えないようなインナーを着ていただければ、襟元をすっきりと見せることができますし、あとはですね下に白 T を着てもちょっとだけ覗くんですね。この分量が僕はめちゃくちゃちょうどいいなと思っていまして、ここが最大の魅力かなというふうに思っています。深めのインナーを着るのもいいかなと思うんですが、個人的にはですねやや肌の見える分量が増えるので、それよりは白 T をチラ見せしてあげるぐらいの方がバランスがいいんじゃないかなというふうに思っています。そしてあとはこの色合いなんですよね。これも最高です。ホワイト系のはっきりとした色合いもいいんですが、こういったライトグレーのような、グレーなんだけども限りなくホワイトに近いものというのはですね、程よくアクセント効果もあって、個人的にはですね非常にいい色なのかなと思っています。ホワイト系に比べるとちょっとしたこなれ感みたいなもの出ますし、この上にですねブラックだとか、あとはミディアムグレー、ダークグレーのアウターを着てもですね非常にハマりがいいので、この色合いがですね個人的にはめちゃくちゃバランスがいいんじゃないかなと思っています。あとは表面の質感もですねミラノリブリッドと比べるとまた全然違いまして、こちらはさらりとしているんですね。ですので上品に見えやすいというところ、ここにメリットがあるんですが、こちらの 3D ニットに関してはやはりニット特有のですねこう凹凸感というところが楽しめるので、このあたりもですね個人的には程よいカジュアルさがあってバランスがいいんじゃないかなと思っています。あとは厚みですね。まさに中肉厚というところで、様々な着こなしに使いやすいんですね。厚すぎても結構動きづらかったりしますし、薄すぎると単体だとちょっと肌寒かったりするので、この中肉厚というところが一番使い勝手がいいかなと思うんですね。こちらのミラノリブニットもそうなんですが、両方とも中肉厚なので様々な着こなしにも使いやすいというところで、このニットかなりですね完成度が高いんじゃないかなと思っています。じゃあ具体的にこのニットをどのように着こなせばいいのかというところなんですが、今のようにニットを主役にする着こなしももちろんいいんですが、やはりですねこの上にアウターを着ることで様々な着こなしが楽しみやすいかなと思うので、この後具体的に2つのコーディネートを皆さんにお見せしてみたいなと思います。はい、ということでまず1つ目のコーディネートから解説をしたいなと思ってるんですが、この 3D ニットの上にですねステンカラーコートですね、これは動画の中で何度も出てきている今期のですねもう最高傑作と言っていいですね、ユニクロ U のステンカラーコートのダークブラウンですね。これとのですね合わせ方が一番収まりが良かったかなと思っています。春らしく上半身は明るい色でまとめて、ボトムスはブラックで引き締めて、足元は少し明るさを出してあげる。これはですねもう鉄板だと思います。ぜひ大人の男性にはですねこのまま再現していただきたいなと思うぐらいですね、すごく似合いやすいスタイルかなというふうに思っています。この 3D ニットはですね先ほどお伝えしたように白 T と重ねてあげるという着こなし方もできますし、これだけではなくてシャツで合わせるのもすごくバランスが良かったりするんですが、まあ、今回のようにですねステンカラーコートを合わせる場合はコート自体がですねすごく綺麗めなので、内側は T シャツと合わせるぐらいのスッキリ感があってもいいかなと思っているので、今回はこのようなコーディネートをしてみました。で、ボトムスはですね今ちょっとゆとりのあるレギュラーフィットテーパートですね、これユニクロ U のものなんですが、
こういったシルエットのものって今ユニクロの通常ラインだとあまり多くはないので、スマートアンクルパンツだとか、あとはスマートアンクルパンツの中でも少しリラックスフィットのものがあるので、そういったもので合わせてもらうのもいいのかなと思っています。まあ、よりベーシックに大人っぽく使いたいのであれば、ちょっと僕が今履いてるものよりは細身のですね、スマートアンクルパンツ、もしくはアーバンスラックスですね、このあたり合わせてもらったら、もう間違いのないスタイルかなと思うので、こういった形で一つですね、コーディネートを組んでいただければなと思っています。続いて二つ目のコーディネートなんですが、今度はですね、ニットの上にデニムのジャケットを着ていました。こちら先日ですね、動画の中でも解説しましたが、デニムのジャケットめちゃくちゃ活躍するんですけども、この内側ですね、色自体が割と濃いので、内側ちょっと明るめに振ってあげた方がいいので、ライトグレーのニットがものすごく相性がいいんじゃないかなと思っています。そしてその下にはですね、スタンドカラーシャツですね。これもユニクロの定番のものですけども、重ねて着ることで、襟元からスタンドの襟が見えまして、あとは裾ですね。この部分からも少しですね、シャツが覗くので、非常にレイヤードスタイルが楽しみやすいかなと思っています。改めてですね、この襟のフィット感が本当にちょうどいいなと思いまして、スタンドカラーの覗くバランスとかも最高なんですね。この 3D ニットの最高の魅力は襟のバランスだと僕は正直つくづく実感していますね。ぜひ皆さんもこれは体感していただきたいなと思うんですが、上半身はちょっとカジュアルめに振って、ボトムスは先ほど微妙に変えてるんですね。先ほどはレギュラーフィットテーパーでしたが、今度はスマートアンクルパンツですね。こちらの方がですね、スラッとした見た目になるので、やはり大人っぽく上品には見えるかなと思います。上半身がややカジュアルめなので、ボトムスは綺麗めなシルエットで選んでみました。そして足元なんですが、先ほどの白レザースニーカーでも全然合います。でも今回はですね、ニューバランスのグレーのスニーカーを合わせてみました。ニット自体がライトグレーで、そこに対してスニーカーもですね、グレー系なので、ちょっとリンクをさせてあげるとバランスがいいかなと思うので、結構ですね、今トレンド感のあるニューバランスとのバランスも良かったですので、この 3D ニットのライトグレー、めちゃくちゃいいので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では、ユニクロの春の新作ニットでおすすめの 3D クルーネックニットですね。こちらを皆さんにご紹介させていただきました。まだまだオンラインですとか店頭にしっかりと在庫があるので、ぜひ皆さんもですね、こちらチェックをしていただければなと思っています。個人的にはですね、もうちょっと早い時期に皆さんにですね、おすすめができればなと思ったんですが、まだまだこれからですね、春ニットをガンガン活用できるのは2月の後半から3月、4月ぐらい前なので、ぜひ皆さんもですね、こちらを使って今回の動画を参考にしながらですね、春の着こなしを楽しんでいただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。